キャンプハックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回紹介するのはヨカキャビン。ベイカーテントという歴史あるスタイルをベースにパップテントと掛け合わせることで高い居住性と他にはない唯一無二なシルエットが特徴的なテントで、価格は本体のみで69,000円、ポールのセットで80,000円です。今回試し張りをしたのはテントオタクの私ムッシュです。まずは基本スペックからご紹介します。重量と収納サイズ。重量はサブポールを含めて 12kg、 収納サイズは幅 95cm、 高さと奥行きが 25cm です。家族で使用するツールームテントという観点で見れば一般的なサイズ感ではあるものの、多少横長な形状をしているため車によっては積載時に工夫が必要かもしれません。内容物、内容物はご覧の通りです。ペグは付属しておらず、後ほど紹介する横幕、ポール、針綱が付属しています。前室を跳ね上げる場合などは別途ポールが必要ですが、豊富なオプションが用意されているのでお好みの使用方法で自分好みにカスタマイズすることができるのがポイントです。それでは設営していきましょう。まずはテントを広げます。煙突穴がある方が前方になるのですが、間仕切りやフラップなどでテントの全体像がよくわからない場合はテントを一周覆っている銀色の帯を目印に広げていくと分かりやすいかと思います。次に四隅をペグダウンするのですが、こちらもペグダウンできるベルトがたくさんあるため混乱してしまいがちですが、ペグダウンできるベルトには全てこのような補強が施されています。綺麗な三角形は四隅以外、四隅の補強は少し歪んだ三角形をしているので、そのポイントを見つけてペグダウンしていくと良いと思います。ヨカキャビンの設営のコツはこの四隅のペグダウンにあると言っても過言ではないので、この時四隅の角がしっかり90度になることを意識してペグダウンしましょう。次に天井のサブポールを入れていきます。ダークカーキとアイボリーどちらを選択しても同様ですが、幕の頂点に当たる部分は黒い生地に切り替わっているので、そちらに沿うように入れていきます。角のポケットにあてがって、反対側は少し引っ張ってあげながら角のポケットに入れていきます。ベルクロも忘れずに装着しましょう。次にメインポールを立てます。先ほど入れたサブポールの両端にあてがって立てます。無理にまっすぐ立てようとはせず、片側が自立した時点で反対側も立てていきましょう。次に頂点から伸びている針綱をバランスを見ながら張っていきます。さて次に室内に潜って寝室部分のサブポールを立てていきます。ここで使用するポールは片側が尖っているので、尖っている方を下にして装着します。片側をテント本体のポケットにあてがって、もう片方は地面に直接突き刺すイメージで OK です。そして外に回ってきて、先ほど仕込んだポールの頂点から出ている針綱を張って、残りの針綱も張りながら調整して一旦は完成です。このまま前室も立ち上げてしまいましょう。オプションのポールはメインポールを含めて自在に長さを調整できるタイプなので、ご自身のお好みで張り方のアレンジができるのも大きなポイントです。ちなみにこのオプションとメインポールですが、高さが 220cm のポールであればお持ちのポールで代用することも可能です。サイズ感と使用感。設営サイズは幅 270cm、 奥行き 355cm、高さ 220cm です。寝室スペースと前室は大きな間仕切りで区切られていて、寝室スペースは幅 270cm、 奥行き 220cm の広々空間。一般的なコットであれば横置きで3台、エアマットであれば4人が寝れるスペースを確保できます。ちなみにグランドシートはオプションのバスタブ型グランドシート、しっかり壁面が立っているタイプなので砂などが入りづらく室内をクリーンに保てます。さらにオプションのカヤを使用することで室内は全面メッシュに、間仕切りを開放していても虫の侵入の心配もありません。前室部分に関しては締め切ってしまうと壁面が寝てしまい、ファミリーで使用するには少々手狭ではあるものの、横幕を追加することでプライベート感を演出しつつ広い前室を作ることができます。また前室には煙突穴も装備、本体にはぐるっと一周スカートも装備しているため薪ストーブの使用も可能です。使用イメージ。幕内は4人が寝れる空間ではありますが、実際に荷物を置いたりギアを配置したり前室で食事を楽しむなど総合的に考えると最適な人数はデュオサイズかなと思います。実際に前室にテーブルを置いて大人2名が過ごすとこんな感じ。2名が屋根の下で快適に過ごせる程度の大きさなので、家族4人で使用するにはベッドタープなどがあるとより使い勝手の幅も増えますね。またクラシカルなデザインも相まっておしゃれなキャンプを演出するもよし、少し武骨なスタイルで楽しむもよしという幅広いアレンジを楽しむことができるテントですので、キャンプを始めてから少しこだわりが出てきた方にぜひ一度ご検討いただきたいテントですね。以上ヨカキャビンのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思っていただいた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。また次のテントでお会いしましょう。